預言者よ、未来をつかみ取れ、7つの預言。今回はブリューテシュピーレさんの7つの預言をやっていくぜ。イエーイ。7つの預言、預言を成功させるゲームです。おトリックテイキングというジャンルのゲームです。配られたカードを使って、7から10回のトリックと呼ばれる数字比べのゲームを行います。はい。でゲームを行う前に自分が出したカードが一体何位を、この1、2、3、4位の順番を何回取れるかといった予言を事前に行ってもらいます。へ。その7つの予言を全部成功させれば得点ゲットっていうのを、まあ、人数分のラウンドを行って、さあ一体誰が真の予言マスターになれるかという、ね、ゲームです。予言得意だから俺で、カードの方が、まあ、全部で1から13までの数字が、まあ、4色分トランプと一緒だねのカードがあって、52枚の札を、まあ、全部で10、10、10、10、2と分けて、まあ、2枚はちょっとゲームから取り除き、1つ10枚のカードを予言カードとしてここに並べていく。予言カードの色のカードを、まあ、こう出していき、順番に出していき、数字が一番高い人が、まあ、1位、一番低い人が4位っていう順番を、一体自分が何位になるか、何回何位を取れるかっていうのを、このチップを置いて予想を立てていきます。この10枚の分全部の予想をする。そうそうそう。その中で何回取れるかで、7つの予言を当てると得点をゲットできると。なるほど。おー、すごい。だから最初にまず7つの予言をし、でさらにプレイ中にその予言を当てるために手札をちょっと頑張って操作していくと。うわ、めっちゃ考えるやつだ。そうだね。深いね、これは深い。深いね。深いというわけで、じゃあまずは予言をする前に自己紹介から。端っこのメディアン。はい、場所メディアンです。私は何かとタロット占いで今後の人生について相談することが多いです。何かと道に迷ったらこういったこのカードを使って道を開きます。なのでもしかしたらいい感じにできるかもしれません。頑張ります。アミくんです。トゥ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 、これがケジカラです。ユミです。まあ服装が今日魔女っぽいので、私が一番多分予言ができると思います。はい、カムイです。予約はいっぱいするんですけど、予言はあんまりしないですね。なんだよそれ。よし、というわけで、まずは自分の手札を見て、まあ、どれだけ自分が何位を取れるかっていうのを予言していきます。この1、2、3、4のところに駒を置いていくと。これこのカードのね、持ち札の揃い具合で、結構こう有利かなとか危ばそうとかあるんだよね。そうそうそう、うん、はい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 。難しいなうわー、これ難しいね。おー、私いい範囲だと思っております。なんか預言者チックな言動。いやでも俺も結構ね、これはちょっとテクイな。テクイ。よし、じゃあこれはどうしようかな。迷っちゃうな。迷うね。うん、よし、ベッドが始まったね。うわー、そうくる。俺はこうくる。マジか。これテクイね。テクイね。私も同じような感じの予定だったんだけど、めっちゃ良いきそうじゃん。うわー、わかんねー。え、
そしたらどれが正解なんだ。結構ばらつきがあるからね、カード。じゃあこうしてみようかな。ちなみに同じ色を必ず出さなくてはいけなくて、で色がない場合は別の色を出す。ただこの予言カードの色が強い色になっちゃうので、違う色を出しちゃった場合は弱いカード扱い。なので今回の場合だと、例えば赤色アミ君の場合は1を1回取る、2を1回取る、3を1回取る、4を4回取るっていう予言を立てました。で結構みんなでもないか、ユミちゃんと俺がそんな感じで、うん、メリアンとカムイはちょっと高め取りに行くみたいな、うん、そうね、うん、見事にカードがそういう風に寄ったと見るべきなんだろうね、うん、よし、じゃあ最初のラウンド行ってみましょう。じゃあまずは最初のスタートはメリアンから行こう。はい、黄色の13。いいね、取りに行くね。もう決まってますよ。じゃあ俺は9。じゃあ私は4。私は11。ということなんで、今回はメリアン、カムイ、俺、ユミという順番、はい、で予言がそれぞれ成功しましたよっていうことなんで、じゃあそれぞれちょっといきましょう。はい、でネクスト、うん、で、この1トリックで一番1位を取った人が次のスタートプレイヤーなんで、今回もメディアムからスタート。はい、じゃあ私は青の7、青6、青青の1、青の13。おお、というわけなので、カムイ、メディアン、俺、ユミ、やばい、もう本命の4位を2回取ってる。いいことなんじゃないの。この先いっぱい取る予定だったんだよね。いやー、これは俺はじゃあ次カメラ。何いやいやいや、大体ほらこういうのって先にさ、うん、行くものじゃない。まあね、うん。では私は、はい、紫の12、紫の13、おー、紫33か、じゃあ紫の5。おお、というわけなので、メディアン、カムイ、ユミ、オレット、ドンドンドン、ね、出す順番によってね、順位を操作できるっていうところもまた予言のしがいのところがあるっていうところね。じゃあ今度はメディアンから。おーい、メディアン1位率高いね。まあね、ここまで予言通りです。11の紫。声に自信がね、みなぎってきてるみたいな。いい感じですね。どうかな、黄色8。なんと、紫の2、紫の4で、今回の場合だと、まず紫のカードが一番強い、メディアン、カムイ、ユミ、そして紫のカードがなかったアミ君は黄色を出す。黄色のカードは紫の予言カードの場合だと、まあ、弱いカード扱いになってしまうので、どんな数字であれ紫には勝てない。なんでこれは4位。じゃあまたメディアン、うん、さあメディアン1位の予言を成立させて、あとは下の予言を成立させればっていう感じだね。ちょっと番狂わせきました。え自分で言っちゃうの番狂わせ。紫の9、いやどうかな。ね、出す順番もあるから ね、 そうね、緑の2。そうなんだよね、違う色きたね。紫の7。黄
青の5。あーというわけなので、メリアン、ユミ、数字が高いカムイ、俺と不覚にも、うん、やったまずったなさあここまで順調だったメリアンが、さあまたメリアンが、1位はもういらないんですよ1位じゃダメよ青の2、黄色7、緑の3、青の12。おし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 、なんでカムイ、メディアン、オレ、ユミ、グヌヌ、よし予言成立。神からか。はい、では私、緑の9。緑の10。おお。もっと上、もっと上。緑4。緑13。おし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 。おっと、マジか。へえ。ユミ。はいはい。メリアン。あ、ダメだ。ダメだ。予言できてなかった。やったよし。俺とメリアンだけの勝負じゃないからね。ああ。じゃあユミから。はい。黄色の6。黄色の2。あ、じゃね。黄色の5。黄色12。と、俺、ユミ。メディアン、神かな。そうですね、うん、超おお、なんとか成功した。なんだかんだね、アミ君も追い上げてきてるよね。あ、ユミちゃんもう予言成立してるのか。成立。おおお、なるほど、ね、なんということでしょう。で、次俺か、うん、黄色1。なに緑の5、青の9、紫の1。さあこれはね、今回の場合だと数字が同じ数字で違う色がかぶっているんだけれども、今回はまず、1は同じ色のカムイで、数字の大きいユミで、先に出した人よりも後に出した人の方が強いカードになるので、今回はメディアン、オレ、そういった順番になります。では、ラスト。お、なんと預言者なんでそれ、何それ。私、緑の8、緑の12、緑の7、緑の1。みんな緑好きだね。というわけで、メリアン、カムイ、オレ、ユミ。あ、でこれで1ラウンド終了で、結果としてはまず予言成立したのがユミとカムイが、それぞれ2ポイント獲得。やったね。そして、予言成立できなかったアミ君、メディアンは、ここの予言のカードに残っているコマ、マイナス1ポイントを失ってしまいます。まあ、今回は 1-1 なんで0ポイント。はい、まあ、これマイナスだったとしても0ポイントからマイナスにはなんでないと、うん、だけなんで、まあ、2点差開いちゃいましたよということですね。でこれを人数分やっていく。よし、じゃあネクストラウンドだ。予言者なんだよそれ